どうも、エルザレットと申します。今回はスプラ3に向けたイカたちへの徹底解説シリーズということで、新しく始めるイカたちにスプラ2をベースでお話ししていこうと思います。ということで、今回はスプラ2を始めるにあたって、そもそも TPS というゲームが初めて、またはスプラというゲームが初めてという方もいると思います。そういった方に向けてなるべく丁寧に説明できればという回になります。早速ですが、今回はこんな感じです。1. スプラを始めるために必要なもの。 2. ゲーム開始時のチュートリアルを解説。 3. コントローラーの持ち方。 4. X ボタンのメニューの役割。 5. 各施設のご案内。 6. お金と経験値の稼ぎ方。 7. ランクを上げることによっての解放されるもの。ということで、今回は項目が多くなっていますので、なるべく端的にお伝えできればと思っています。で、スプラ2の見た目から難易度が低いように見えますが、説明書などがないためハードルがとても高くなっています。説明がね、結構途中多かったりもするんで、大変な部分にもなりますね。で、特に人生でゲームを初めてした場合はわからないことが多いと思いますので、こちらの動画で、少しでもお役に立てればなと思いますので、ぜひ最後まで見てください。それでは早速いきましょう。まず、スプラを始めるにあたって必要なものをお話ししたいと思います。スイッチ本体、ソフト、任天堂スイッチオンラインの加入となります。オンラインゲームだから Wi-Fi つなげば大丈夫なんじゃないかと思われますが、スイッチオンラインに加入していないとみんなで遊ぶことはできませんので、お気をつけください。この他にあると便利なものもあります。一つ目は、スイッチプロのコントローラーです。理由は操作がとても楽になるからです。もちろん付属のジョイコングリップも可能ですが、充電ができないことと、ボタンが全体的に小さくなり、L、ZL、R、ZR が押しにくくなるため、かなりの慣れが必要です。僕自身も最初の頃はグリップで行っていましたが、プロに変えました。もちろん慣れは必要ですけどね。また、スイッチライトをお持ちの場合は、本体を持ってジャイロ操作が増えてくるかと思います。その場合、本体を動かすこととなり、画面があっちこっち動くことにより気持ち悪くなる可能性があるからです。それよりかはプロコンの方が幾分かマシかなという感じです。二つ目は、有線 LAN アダプタです。Wi-Fi で十分と思われている方もいますが、Wi-Fi は家電の影響であったり、家の人の使用状況、ネットのゴールデンタイムの影響により安定しないことがあります。LAN ケーブルにつないでおけば、急な回線落ちなどの影響も Wi-Fi の時よりも受けにくくなります。また、切断など起きるとペナルティが発生します。頻度にもよりますが、数時間のゲーム禁止などもありますので、気をつけましょう。3つ目は、スイッチです。本体ということよりかは、スイッチライト以外の本体ということです。もちろん、ライトでも可能なのですが、プレイ中の充電問題や Wi-Fi 回線の改善が難しいという点と、画面のサイズが小さいため、分かりにくくなるということがあるためです。慣れてしまえば問題はないんですが、そもそも大きいテレビに慣れているととても疲れやすい気もしますので、購入前であれば検討もありかと思います。ということで、チュートリアルの解説いきたいと思います。まず、基本的には、インクリングですね、のガール、ボーイ、どちらかを選んでのプレイとなります。で、選べるものとしては、まず肌の色。そして目の色。髪型。ヘアスタイルですね。となります。で、髪型がこれ以上出てくるのかというと、特に出てきません。
で、髪型、目の色、肌、男性、女性の性別は、まあ、後でも変えることが可能ですので、とりあえず、あ、これ可愛いな、いいなと思ったらそれを選んでおいてください。最後に出てきたボトムス、こちらもいつでも変更が可能となっています。はい、こちらでも書いてありますね。後からオプションで設定変更もできるぞということなので、このまま OK にしましょう。ジャイロ機能ですね。こちらが、最初からありますので、とりあえずどうしようかっていうことです。で、多分ね、普段から持ちながらの人とかは、こんな感じで画面がすごく動く感じになってまして、すごく気持ち悪いと思います。なので、とりあえず、姿勢ですね。をしっかり。で、できるだけ手首付近、肘から上ですね、が固定できるように、まあ、脇を締めたりとか、太ももの上に置くように手を配置したりするといいです。で、この状態で Y ボタンを押すと整います。簡単に言えば姿勢と Y ボタンで中心を決めるという動きです。で、打つのもいいんですけど、ここで左、右、ちょっと動かしてみてください。そんなにぐるんぐるんはしなくても大丈夫です。軽く動かします。まあ、これでなんとなく姿勢が決まりました。では実際に打ってみましょう。ZR ボタンですね。こちらで打ちます。プレステとかに慣れてる方は R2 ですね。ずっと押すことによってインクを打つことは可能です。このまま右に動かして左に動かす。できます。で、もちろんインクを打ちながら移動することも可能です。移動はスティックだけです。なので L スティック、左側のスティックを押して移動するようにしてください。ちなみに十字ボタンとかは、今は使えません。ただし、バトルで使うかというとそこまで重要なものではないので、スティックになれるようにしてください。はい。で、ここで僕なんとなくやったんですけど、ジャイロでこう回ると、結構体がねじ曲がって大変なことになると思うんですよね。なので、こういう時は右スティック、R スティックですね。これで左右をしっかり見渡すようにしましょう。なので、意外と R スティックも使えるの重要です。Z L で以下状態になることが可能です。Z 状態です。これだと分かりづらいんで、こちらに行きますが、はい。人型から以下状態になりました。これが以下状態ですね。で、自陣のインクに限ってなのですが、イカ状態になると、インクの中を泳げるようになります。じゃあこれで陸地に出ると、はい、泳げません。一応このまま移動もできます。が、人速とそこまで移動の速度に差はないですね。ちょっと人速の方が速いかなと。なので、自陣をどんどん抜いて、広げて、イカ移動をするっていうことで、まあ、ダッシュ移動ですね。特にね。ダッシュ移動が可能になるというわけです。では続いて、こういった壁ですね。この壁を実は塗ることによって、このままではいけないですけど、人状態はいけないですよ。イカ状態になると登ることが可能です。すごく移動が楽ですね。ただし、この壁にも塗れる、塗れないというものがありまして、ちょっとこうよく見ると、ツルツルというか滑らかな、なんかコーティングされてるような壁っていうのは基本的に塗れないものが多いです。でもここの壁は 見た感じコーティングされてないですよね。この辺りちょっと覚えるしかないんですけど、こういった風に違いがあります。いくら打っても塗れませんので、ここは気をつけましょう。では登ります。例えばこの登るって動作なんですけど、これ説明ないんですよね。多分なかったと思うんですが、これもうちょっと早く登りたいな、急いで登りたいなっていうことがあると思います。そういった時ですね、異界堂で壁登っている最中に、上を進む方向を押しながら、ジャンプボタン、E ボタンを連打します。そうすると、ウフリ、早く上がることができます。通常だと、このスピードなんですが、ジャンプボタンを連打することによって少し速くなります。
これもちょっとしたテクニックなので、まあ慣れてきた頃にね、やってみてください。で、金網に関しては通り抜けができます。もちろん人型になると通れません。じゃあこれ足元塗ってなかったらできないのかっていうと、そういうわけではなくて、イカ状態だったら抜けれます。はい、ちゃんと飛び越えても抜けれます。はい、敵インクに入ってしまいました。違う色、自分の色と違うインクに関しては敵インクとなります。で、基本的に塗り返すことで自陣インクに変えることが可能。だからインクの塗り合いになるんですよね、スプラトゥーンっていうのはね。なので、うまいことインクを塗ることが必要です。また、イカ移動に関しては敵インクに入るとできません。何度押しても強制解除がされます。で、さらに、ここでは説明はないんですけど、足、はまると足が取られるぞっていうので、機動力が落ちるのはもちろんなんですよ。なんですが、画面を見てもらうと分かりやすいかなと思うんですが、周りになんかモヤモヤーと、炭のマークがついてるかなと。これ、被弾してる証拠です。はい。ダメージを受けると、どんどん画面が悪くなっていきます。で、敵インクを踏むと、イカちゃんのライフは100なんですが、最大で40ダメージ入りますので、あまり長く敵のインクにいない方がいいです。なので、必ず塗りましょう。コントローラーの持ち方は、まず座り方から決めましょう。あぐらでも、正座でも、椅子でも構いません。なぜ座り方から話すのかというと、スプラトゥーンを始めた時、すでにジャイロ機能を使っての操作が要求されるからです。このジャイロ機能は、くせ者で、コントローラーを持った手に少しでも何かが当たると画面が揺れるくらい繊細だからです。そのために、画面のブレを抑えるには姿勢を決めるというのはとても大事になってきます。あぐらと正座であれば、肘から上の部分をなるべく太ももに乗せて持つようにしましょう。椅子に関しては、まず椅子が回転しないように固定しましょう。そして、肘から上を椅子の肘掛けに乗せたり、手首腹筋を太ももの上に置いて固定するようにしましょう。とにかく基本の姿勢を決めるのが大事です。ここからどれぐらい腕を動かすのかは調整をしてみましょう。ちなみに脇を締めると安定しやすいです。チュートリアル終了後に突然街にやってきましたが、まずは画面の解説をしたいと思います。右上のスーパーサザエのマークはレベルを上げることによって1個もらえます。ただし、もらえるのは30レベル以降となります。サザエをもらうには、広場にいるジャッジ君に話しかける必要があります。レベルを上げすぎた場合は、まとめてもらえるので、なくなる心配はありません。その右側はお金となります。武器やギア、注文の支払いなどで活用します。ランクは、プレイヤーレベルのことを指します。このレベルによって武器の解放やギアの購入が可能になったりします。ランクを上げるには縄張りバトルや勝ちマッチをこなすことにより経験値をゲットできます。腕前ゲージはランクマッチのことです。参加可能はレベル10からとなっているため、初めから参加することは不可能となります。では、メニューを開いてみましょう。ロビーは縄張りやガチマッチなどの部屋を指します。いわば待機部屋のことですね。リーグマッチはフレンドと一緒にできるランクマッチになります。2人組、4人組のモードがあります。ガチマッチはソロランクマッチになります。レギュラーマッチは縄張りバトルのことになります。相手よりも多く塗りをすることによって勝敗が決まります。フレンドマッチはレギュラーマッチをしているフレンドの部屋に合流するための機能です。プライベートマッチは自分の部屋を建てることができ、友達と各ルールの練習ができます。参加人数が2人以上であればプレイ可能です。
プライベートマッチではフェスマップというクラブ限定のマップもありますので、友達が増えたらプレイしてみてください。広場はゲーム開始に出た場所に移動できます。たくさんのイカちゃんたちがいます。このイカちゃんたちに話しかけることによりギアの注文が可能となります。タコツボキャニオンはヒーローモードというメインストーリーになります。用意されたステージを攻略し進めていくモードです。ただしステージは自分で探さないといけません。全ステージクリアすると特別なギアなどの報酬がもらえます。イカッチャはオフラインでも活用できるクラベやサーモンランド部屋を作ることができる機能です。オフラインでみんな集まった時などに使用します。クマさん紹介はサーモンランの入り口です。サーモンランはランク4から解放となります。ルールは敵として出てくる鮭を指定された4つの武器で倒し、金いくらを決められた数納品するゲームになります。ただし開催時間が決まっていますので、いつでも参加することが可能というわけではありません。クリアした時の評価によってポイントがもらえます。そのポイントを一定以上集めることにより報酬が発生します。ここではお金やギアパワーのかけら、限定のギアをもらうことが可能です。続いてはエスカベース。武器屋はランク2から解放される機能となります。レベル30まで上げることによって徐々に武器が解放されるシステムとなっています。いろんな武器が欲しい際はまずランクを上げることを重要にした方がいいです。 ZL ボタンを押すことによって武器の説明を受けることが可能です。また購入前に前ボタンを押すことでお試しをすることも可能です。無駄な購入が省けますのでおすすめです。頭、服、靴屋はランク4から解放されます。各ショップ1日6個の販売をしています。翌日になれば商品が入れ替わります。見た目で選ぶのも良しですが、ギアパワーの性能で選ぶのも良しです。ZL ボタンを押すことによりギアパワーの性能がわかります。宛名の部分は縄張りなどで経験値をゲットした際に解放されます。解放はランダムです。深海メトロは DLC コンテンツになります。そのためオクトエキスパッションを購入されていない方は表示されません。購入してクリアするとイカちゃんではなくタコちゃんもキャラクリエイターとして活用ができます。 L ボタンを押してプレイヤー情報を見てみましょう。装備の欄では名前、ランク、各腕前、装備が確認できます。ギアパワーはギアパワーを作るためのかけらを確認することができます。これに関してはスパイキーの施設紹介でお話ししたいと思います。ステージ情報は各ゲームのマップ情報が見れます。スプラトゥーン2は2時間交代の2マップ選出のシステムが導入されています。縄張りであれば特に気になりませんが、ガチマッチやリーグマッチは自分の得意なステージなどもありますので見といて損はないと思います。ただしサーモンランは時間限定のイベントなので5回分のスケジュールの確認ができるようになっています。オプションはカメラとその他について変更ができます。まずテレビとテーブルモードはスイッチを置いてプレイするときの設定です。ジャイロと操作カウントの設定やカメラの動き方、ジャイロのオンオフが可能となります。携帯モードはテレビモードの携帯版の設定です。中身は変わりませんが、それぞれ設定をする必要があります。その他は色覚サポート設定や投稿表示、プレイヤー設定になります。色覚は人によって見やすい色がありますので、見づらいなと感じるときはオンにしましょう。投稿は
広場での落書きの表示です。プレイヤー設定はチュートリアルで決めたイカちゃんの性別と目の色、スポーンを変えることが可能です。プラスボタンはキャラクリエイターのカスタマイズになります。武器とギアの変更が可能です。その他によって、設定の変更を可能です。ジャイロ感度が合っていないときはここから変えましょう。またスタイルも簡易ですが変えることが可能です。髪型など気になったら変えてみましょう。アミーボはいつも使用するギアセットを登録することが可能です。広場は最近マッチングした人や投稿しているイカちゃんたちが集まります。話しかけることにより詳細が見れますが、特徴として ZL ボタンを押すことによってギアの注文が可能です。アミーボ限定やサーモンランのギアは注文不可ですので気をつけましょう。注文した順にギアが一つずつスパイキーの元に届き購入することが可能です。注文できるのは最大3つとなります。スパイキーはギア改造のスペシャリストになります。上から順に行きます。注文の受け取りは広場で注文した順にギアが届きます。届いたギアの状態によって値段が変わりますので、購入の際はよく考えておきましょう。スロットを増やす、付け直すはギアの改造です。ギアの空きスロットは最大で3つですが、サザエを使用することでスロットを解放できます。メリットはスロットレベルが低いギアこそサブギア解放する際の経験値が少なくて済むという点です。最終的に約 2,3,000 の経験値差が出てきます。付け直すに関しては3つのサブギアパワーが埋まった洋服のみ可能なガチャです。消費するものはサザエ1個につき1回です。スロットクリーニングはサブギアパワーの削除です。お金も2万円固定で払うことによりサブギアパワーを1から付け直すことができます。これによりギアを再育成ができるわけです。削除したサブギアパワーはギアパワーのかけらとなります。ギアパワーの復元は、かけらを使用することによって好きにサブギアパワーを装着します。消費数はサブギアパワー1つにつき10個。ただし、同じ服に同じギアパワーをつけたい場合は2個目から20個、3個目から30と増えていきます。綺麗に揃えたいときは60個必要になります。最後に、ゲソタウンの配達確認は、任天堂スイッチアプリのゲソタウンから注文したアイテムを受け取る機能になります。続いてミニゲームは音ゲーが楽しめます。バトル中の曲もですがヒーローモードの曲も導入されています。ロブのお店は2種類の食べ物によって効果が変わります。フードは経験値とお金アップの食べ物になります。持続数は20バトル分ですね。重ね書きは不可となります。上書きされます。X ボタンを押すとドリンクメニューが開きます。こちらはサブギアパワーの付けやすさアップする飲み物です。こちらも持続数は20バトル分です。重ね書きは不可となります。上書きされます。食べ物とドリンクどちらしか付けることができません。ちなみにドリンクは超絶薄めの効果です。チケットの入手はヒーローモードやサーモンランの報酬でゲットが可能となります。
まずはお金の稼ぎ方をいくつかご紹介します。縄張りバトルで塗りポイントを大量に稼ぐことです。縄張りの塗りポイントはそのままお金に変換されます。そのため1バトルで大量に塗ることで1000円ほど稼げます。若葉シューターやプロモデラーといった塗りの強い武器などを意識するといいかもですね。さらにムブのチケットを活用することで倍率を上げておくのもいいと思います。ただし勝てないと少ないので気をつけましょう。サーモンランをすることもおすすめです。サーモンランには報酬によって金額が大きく変わります。まず黄色いカプセルからは数千数万のお金がゲット可能です。さらにギアの被り物があった際は換金が可能なので報酬を貯めれば貯めるほどお金を貯めやすくなります。ただし経験値はもらえません。さらにノブの食べ物効果もありませんので気をつけましょう。続いて経験値稼ぎですが、縄張りバトルがおすすめです。でもただプレイするだけではダメです。ボーナスポイントについてお話しします。ボーナスポイントとは試合終了後にもらえるボーナスポイントです。一つ目は塗りポイントを500達成で得られる500ポイント、3分間マッチ完了のボーナスポイント、ウィンボーナスの600ポイントとなります。こちらの3つはしっかり狙っていきましょう。ですがこれ以外にもボーナスが存在します。それは調子ボーナスというものです。簡単に言えば同じ武器でどれだけ連勝を掲げられたかというものです。マッチング中に旗のマークがついてると思いますがこれのことです。調子5で3000ポイント、調子10で4500ポイント、調子15で6000ポイントとなります。さらにこれは武器ごとで所得が可能なので一気にポイントを狙いたいときはとても重宝します。ちなみに調子ポイントはギアの経験値にはなりません。さらにロブのチケットを活用して経験値の倍率を上げることで効率を上げることが可能です。さてお金と経験値についてお話をしましたが、どちらも地道な作業が大事になります。楽して無限に稼げるというのはありませんので、実力を上げながら地道に頑張りましょう。それでは稼ぎの方法をお話ししたので、ランク上げによって解放されるものをまとめたいと思います。ではこちらの表をご覧ください。まず最初に解放されるのはランク2です。武器屋の解放ですね。はい。で、武器屋の解放がされると続いてランク4で複数解放されます。で、ランク4では頭や服や靴やのギア関連、それとサーモンランです。ここでサーモンランの機能が初めて解放されるとなります。で、続いてランクで解放されるところで言うとランク10でガチマッチの解放がされます。まあ慣れた頃にガチマッチをしっかりやっていきましょうというところになります。で、さらになんですが、ガチマッチの解放はされたんですけど、リーグマッチの解放、こちらがですね、ランクガチマッチで腕前 B マイナーをどれか達成するというのが目標になります。なのでニグマをしたいなと、友達としたいなという方はランク10まで上げて、さらに腕前 B マイナーなので、C マイナーから始まりますので、とりあえず B を目指すというところが一つの目標となります。で、ランク2から、武器の解放がされていくんですが、ランク30まで武器が解放されていきます。ランダムではなく、レベル2なら例えばスプラッシューターみたいな流れとなってますので、レベル30を目指していきましょう。ということで、今回はスプラ2を始めた最初で挫折した人向けの説明書でした。
説明書がなく分かりづらいというのを見かけたのでまとめてみたのですが、意外と整理するとややこしいですね。スプラ3でも説明書が存在しない可能性があるので、システムを理解する上でもスプラ2をプレイするのはいいことかもしれませんね。今後はメンタルの維持、実践の大事さなどの内容にも触れていくので、気になる方はチャンネル登録をお願いします。その他にもリクエストなどありましたらコメントいただけると参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。